甲子園直後ドラフト20231位完全シミュレーション一発。フェードロー野球チャンネルシミュレーション会ね、おーい何これ、だから何これ、ラッキーチャンス、ラッキーチャンス、まだ仮なの、まだ仮です、まだちょっとロゴがね、何に使うのこれ。いやモンデーさん今日はね、モンデーさんモンリスト 1,2,3 上げてもらいましたよ。それを参考にしながらね、これ各球団まとめました。いや、やっぱ分厚、あとパソコンね、パソコンね、うわめちゃくちゃ脱線してっかやっぱりね、生ものなんで当日の雰囲気で、僕はもう臨機応変にね変えていくよということで、ね、早速いきたいんだけど、前回ねシミュレーション1回やりました今年、それちょっと一旦見てもらいましょうか、1位のシミュレーションこちらになりました。まあね、こんな感じで決まったんでね、まあ凛太郎くんがやっぱり多かった前回はね、そうだね、凛太郎くん人気で、まああとは常広投手、まああとはちょっとばらけたかなという、前回はね、ただ今回ちょっと違う毛色変わってきてるんですよ、甲子園終わって、ラ凛ちゃんにこんな集まるかなと、そうね、いうのと大学生でちょっと名前挙げてるピッチャーがいると出てきてるね、ねえいうところなんですよ、そこら辺が色濃く出たかなと、各球団の8月末日のね、成績、一応12球団載せておきます、はい、これ見ていただくとね、まあ大体わかるんですけど、まああとはポジションごともね、あの今後もちろん精査していくんですけど、まあやっぱりピッチャーは楽天、巨人、ヤクルト、でロッテも意外と悪いんですよ、だからロッテなんかはねピッチャーは大丈夫かなと思ったんで前回野手指名したんですけど、いや本当よ、だそういうとこだよね。で打撃でいうとやっぱり西武、中日ね、がまああれなんですけど、まあいるメンバー考えると果たして野手行くのかピッチャー行くのか、で西武はやっぱりキャッチャーね、そうね、はなんとかしなきゃいけないのかなっていう筆頭ではありますね。で、各チームもスカウト情報、まあスカウト会議の情報、まあ当てにならないですけど、出してますね、そこら辺もただ今回は考慮させていただきました。即戦力投手行きますって1回いいって言ってる球団もあったんでね、そうですかと、そういうのも参考にして、じゃあここから、現在の順位ではい、順番に発表していきたいと思います。なるほど。オリックス前田優吾、大阪桐蔭、ふざけんなマジかよ。阪神新藤優也、上武大学、千葉ロッテ、細野晴希、東洋大学、広島東洋、前田優吾、大阪桐蔭、しゃないさ、行こう。ソフトバンク常広隼人、青山学院大学、横浜 DeNA 渡来隆起、エネオス、楽天細野晴希、東洋大学、読売常広隼人、青山学院大学、これはあるね。日本ハム常広隼人、青山学院大学、ヤクルト渡来隆起、エネオス、親子だか。西武佐々木麟太郎、花巻東、中日細野晴希、東洋大学。ちょっと待ってよ。いやそうなのね。以上が一巡指名ですけど、決まったのが単独だったか、カープの前田君と聞いてました。オリックスと競合です。あれ佐々木の凛ちゃんも、佐々木の凛ちゃんも西武で決まりました。あれ渡辺ちゃんももう帰りました。いやバキバキじゃんそう、凛ちゃんが今回一本釣りの指名になっちゃったのね。俺がシミュレーションすると変わったね。で、阪神の新藤選手、やっぱりねこれは西武は2位まで残ってたら行きたかったと思うんだよ、だから阪神もでも1位で行かないと、もう西武の2位では確実に消えるからね。ですね、やっぱり1位で行かなきゃいけないっていう、こういう読みだね。で僕は阪神はねもう新藤選手でいいと思うんだよな。いいと思うよ。高校スラッガーが、まあ、甲子園でバリバリ打ってたらね、まあ、そう言ってもよかったのかも思いますけど、まあ、今回はそういうことはなく、っていうところで、じゃあもう固く押さえよ、今年のだって戦力整ってんですか、かなっていう予想ですね。なるほどなるほど。でやっぱりね、まあ、常広投手は人気出るよ。ああそりゃそうよ。で日本ハムがね即戦力投手ってやっぱりねいいなっていう言い出してるんで、まああとは細野投手ね、やっぱね1号8出したのがね、まあただこれ見るとやっぱり竹内投手、日本代表153投げますよ、どんどん球速も上がってきてね、竹内投手チャンス、あら、あ、一
ポン釣りできたってことね、言っとけばね。そうなのよ、そうなのよ。あ、これ外れでみんな被るわ。そうなんだよ。あ、なるほど。そういうことなんだよね。っていう、まあ、おおよそそういう形かなということで、フェードロクジ特許出願中のね。じゃあ誰から行く？前田くんから行きましょうか。前田くんから行くか。ねえ、こっち言ったらカープで。いや、わかるわ、おい。小ボケ多いな、シミュレーション界。わかるだろ、触った瞬間。なんか空気読んで、お前一本釣りできんかったんか、カープ。気分悪いな。それじゃつまらんだろ。じゃあ、はい、オレンジがカープ。はい。黄色がオリックス。はいはいはい。あ、じゃあ、ちょっと俺行くよ。ねえ、もちろんもちろん。新井さんと中島さんが登壇するってことだね。わからんね、これは。前田くんはマジで欲しい。よし、はい、前田くんカープへいらっしゃい。あー、オリックス。当日引いてもらえばいいんですよ。シミュレーションですから。くっ、ということで前田くんはオリックスと決まりました。嘘だろ。前回も外れてます。いや、マジか。ちょっと嫌な流れを。じゃあ細野くん行きましょうか。ロッテ、楽天、中日と。ロッテ、楽天、中日か。まあ、サマンが欲しい球団ですね。ロッテ、楽天、中日にしようかな。オッケーオッケー。じゃあね、うん、ロッテ、楽天、中日。オッケー。辰巳さんがこれを引くためにちょっと今運貯めてんじゃないか。オレンジが中日ですね。よし、はい、お願いします。ほっ、おー、楽天。ありそうだな。楽天ありそうだな。これなんかマジでありそうだな。いやーねー、おめでとう、おめでとうございますね。楽天と、そうかい、いうことで、細野が決まりました。うん、あとはじゃあ続いては常廣投手。常廣投手、ソフトバンク、巨人、日本ハムと。じゃあ、あ、これ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 分かるですね。ソフトバンク、うん、巨人、日本ハム。あ、そうだね。ふむちょくちょくちょく。そのために読みたいな。じゃあちょっとよし、俺去年の浅野選手はカエルさん引いてたんだ ね。ちょっと原さんに引き方をね、うん、さあ、常廣投手、これは大きいぞ。 いきます。はい、常廣投手はこちら。おお。よし、なんか嫌な感じ。でかい ね、 ね、常廣と。そうなんだよ、常廣投手を取れずんな。でかい。そうですか、常廣投手が巨人ということになりました。最後、DeNA とヤクルトで渡来選手ね。なるほど。DeNA とヤクルトにしましょうか。はい、ね、これでファンが、DeNA が白ですね。普段ね、もう球団ごとに見てる割合とかも見れるようになったね。よし、これいこう。はい、お願いします。はっ、おっ、おっと、ヤクルトですね。俺、黄色ばっかり引くな。そうか、親子だかね。親子だかですね。素晴らしい。さあ、ということで、はい、最初の9時まで終わりまして、オリックス前田くん、阪神新藤くん、楽天細野くん、巨人常廣くん、ヤクルト渡来くん、うん、西武佐々木麟太郎くんと。なるほど。というところで、うん、じゃあ8位1位の指名いきましょうか。3球、結構あるな、結構あるな。6球だ、6球だ。うわ、面白いなね。千葉ロッテ、竹内夏希、国学院大。いや、これ6球団かぶるぞ、これ。広島東洋、岩井俊介、名城大学。ソフトバンク、西舘雄飛、中央大学。 DeNA、 西舘晃太、専修大学。おお。日本ハム、岩井俊介、名城大学。いいです。中日、上田久斗、明治大学。ちょっと、いや、もう書いてある、もう持ってた、30名ぐらいまでもう元に書いてあるんです。かぶせたわけじゃなくて。ふざけんじゃねえ。てことは、ま、ここで竹内行っとけ、一本釣りだったんか。あ、竹内くんは、いや、あ、そう、ロッテだけなんで一本釣りだろ。ロッテの一本釣りですね。さあ、まあ、竹内くん、で、ロッテの竹内くん、ソフトバンクの西舘、中央大の西舘くんね。うん、DeNA は専修大学の西舘くん。で、そして、中日の上田くんが決定と。うん、いうことで、カープと日本ハムの岩井くん。いや、岩井くん高評価だったんで。やっぱり前田くん行けなかったら次にやっぱりいい投手。もういい順に行くかなと。まあでもほんまにリアルななんか人選だったね。みんな。勝てる投手ね。
はい、じゃあもう俺今日黄色しか引いてないからな。カープが黄色、カープと見ちゃうかな。はいはい、はい、いきましょう。ここでまあでも岩井選手は全然もう OK ですよ。そう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 、本当に仮にこれよっしゃ、いきます。カープファンの皆さんお願いします。はっいや角度によってじゃないあーということで、岩井選手は日本ハムに決まりました。誰がいる、あと選べるんですよ。モンデーさんモンデーさんモンデーさんまだ用意してるからほらもう当たり、あらっての当たりじゃねえかよ。カープが最後まで残ったと。ふざけんなよマジか。なんかちゃんと。じゃあカープだけ取り残されたわけね。そういうことですね。じゃあ行きます。お眼鏡にかなうかな。広島東洋。ああ木村優斗。霞ヶ浦高校。いいよ。じゃあ斉藤、木村のお前。見とけよ、5年後とかマジで。ほんとね、ダブルワンで俺がここで外したことに意味が出るってもんだ。あの木村くんもいいね。そうだね、トーマスくんとかもいたのか。そうだね、トーマスくんもいた。いや難しいとこだな。まあだからあとはまあモンリストでね、うん、まあちょっと細野くんを僕あげちゃあげたんで、うん、あれなんですけど、うん、広瀬選手とかね、慶応大の。なるほどな。がまだ残ってますね。いやしかまあ、意外とだからあと高校生スラッガーそうねはちょっとね後回しさせるっていう結果になりました。今回ね、あの本当にもこの展開になったら新井さんも頭悩ますな。逆に選び放題になるっていうね。あ、そうだね。だからまあスラッあの野手が欲しかったらここで取っちゃうっていう可能性もあるはあるよね。ただスラッガーにね触れる、うん、やっぱり球団がこうやって先に決まっちゃうとこういう展開に、うんうん、今回はそういう展開でした、うん、クジをやったらね、うん、あのもちろんスラッガーも用意してたんだけど、うん、そういう欲しいチームはね、うん、今回はこういう順で決まるとこういう展開になるかなと。あ、リアルだね。やっぱり大学生投手に人気は人気だよね。まあまあやっぱりここに来てねしっかり仕上がってますよ。そうね、だからやっぱりまあ出し抜くとしたら高校生スラッガー系とか、そうね、まあね、そうね、あとはそうか、大学生の野手上田くんなんかをもう一巡目から行くか、ね、そうね、そういう話になってくるね、うんうん、なので8月の現時点の、うんうん、シミュレーションは以上ということで1位ね、1位は以上でございます。と、はい、はい、ということで大人気企画1位のシミュレーションでございました。はい、明日は2編、はい、明後日は3編でございます。はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。立て、何立て、コナン君。あえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。